日本プロレス界の父で1963年12月15日に39歳の若さで亡くなった力道山、本名、桃田光弘、が15日、60年目の命日を迎えた。墓所のある東京、大田区の池上本門寺には、次男で全日本プロレスなどで活躍した桃田光男、75、孫の力、42、の遺族、怪獣プロレスを主催する雷神矢口、 ストロングスタイルプロレスの平井城が代表らプロレス関係者が墓参した力道山は1950年に大相撲を引退しプロレスラーに転向し52年に日本プロレス協会を設立日本初の本格的プロレス興業となった54年2月19日に蔵前国技館で木村雅彦とタッグを組んでシャープ兄弟と対戦し 前年にスタートしたテレビ放送とともに戦後復興の象徴となり国民的ヒーローとなった。ジャイアント馬場、アントニオ猪木ら昭和プロレスの隆盛を支えた多くの弟子も育てたが、63年12月8日に赤坂のナイトクラブで暴力団員の男に刺され、1週間後の12月15日に都内の病院で39歳の若さで亡くなった。小雨が降る中での母さん 父の命日に三雄は、父の命日で雨が降ったのは今日、初めてなんで嬉し泣きしていると、言い方に解釈したいと思います、と挨拶した。三雄自身は2021年2月に肺がんに侵された。この日は、同じ場所に再発を1回やりました、と昨年、肺がんがを再発し入院してたことを明かした。さらにその後、母縁、母縁、 性肺炎も2度発症したことも告白今春さらに今月上旬にも入院していたという最初の肺がんになった時に抗がん剤と放射線の治療をしたら喉が変形したんですだからものを食べる時に若い時にガンガン食ってたから大きいものを飲む込む時に飲み物とか食べ物が入らなくなっちゃうんですと肺炎になった原因を明かした 肺がんを克服するため現在は3週間おきに点滴治療をしている。今月上旬の退院後は体調も良好で、最初のがんの時に体重が30キロ燃やせたんで、もうダメかなと思ったんですけど、今は80キロぐらいまで戻ったんで、酒とタバコはやめてますけど、食事は取れています、と告白した。闘病生活で支えになったのは父、力道山のしつけだったという。 年を取れば取るほど子どもの頃の父からの厳しかったしつけを思い出すことが多いんです」と明かし、いつも怒られてえらい目に遭わされていたんですけど、それもいい思い出なんです、と微笑みながら、厳しく育てられたので痛みとかに耐える精神力はついたと思うんです。だから何でも耐えられる精神力で病気に対しても全然、悩まなかったんです、と天国の父に感謝をささげた。 リングからは遠ざかっているが、がんの治療をしながらも週に1、2回ウエイトトレーニングをしているという。息子とトレーニングやってて、やると根が嫌いじゃないんでやりすぎちゃうんです。そうすると、次の血液検査で数値が悪くなる。そうするとお医者さんから、控えめにお願いします、と言われるんです、と笑った。リングに上がりたい気持ちはあるけど、 動けてビシッとした体で上がらないとお客さんに失礼。よれよれの体でよれよれの動きではリングには上がれません。ある程度、動けるなら上がりたい。できることができないとプロじゃないんで、と明かし、引退はしません。死ぬまで引退はしません、と生涯現役を宣言した。現在のプロレス界には、 父が日本で立ち上げたプロレスは若い人からお年寄りが憧れるプロレスだったんで、そういうプロレスを目指してほしいとメッセージを送っていた。